出発を進行。はい、皆さんおはようございます、こんにちは。相当ちょっと久しぶりに、クレヨンしんちゃんの実況をやっていきます。本当は毎日1本あのクレヨンしんちゃんの更新したいんですけど、ちょっとサボってましたね最近。あ、じゃあやっていきますかね。この子なんか困っているな。この子なんだっけ、しんこちゃんだっけ。暇な子供のしんこです。あ、しんこちゃんだ。やっぱしんこちゃん何してるの。撮影がしてたのよ。え、撮影画って監督のオラにしかできないはずなんだけど、なんでしんこちゃん撮影ができるの。それは個人情報ですから。ふーん、まあまあそれはともかく、ここの撮影画で私が撮ったスコアはすごいのかすごくないのかよくわかんねえな。こんな感じ。こんな感じ言われても。おお、なかなかのもんですな。しんちゃんは私のスコア超えられる。え、選べられる。そんなの簡単だぞ。そんなの簡単だぞ。そんなの簡単だぞ。それじゃあ私のスコアを超えられるか勝負しましょう。ほーい、俺にお任せ。しんこちゃんに挑戦だぞ。撮影画でしんこちゃんのスコアを超えられるかな。え、どうすればいいのこれ。え、どうすればいいんだ。よ、私のスコアが気になる。ランク1スコアよくわかんないなこれ。これって個人情報じゃないの。これは個人情報じゃなくてすれ違い通信データですから。違いがわからないぞ。いいのいいの、それよりも私のスコアを超えられるか勝負しましょう。ほら頑張っちゃうぞ。よくわかんないから先行こう。てかね、僕の小学校の時にはクレヨンしんちゃんね、しんこちゃんというキャラクターいなかったんだよね。だよくわかんないあの子。しんこちゃんって何者なの。そうだそうだ、前回新しいスキルを覚えたんで、なんかね行けない場所が行けるようになったんですよ。なんだろう。セットするカードを選ぼう。ベンダーブロック、ヘンダーブロック、違うな。これも違うし、これか。ケツだけ成人、狭いところを通れるようになるよ。あ、じゃあこれカチンコ。カチンコ、これで決まりだ。あ、じゃあ戻りますかね。あ、なんか狭い場所も行けるようになったらしい。あ、これはすげえ。でもその狭い場所ってどこだろう。狭い場所、こっち？あ、違うな。商店街。はい。前回の動画でこの新しいスキルを覚えたんですけど、使い方がよくわかった。ここだ。ここ前行けなかったんですよ。これぶつかっちゃって。なるほど、こう言って。なんかお姉さんがいる。お、ねねちゃんちのママなんだか嬉しそうだぞ。あら、しんちゃんわかる。今度のお休みに家族で人気テーマパークカスカベランドに行くの。なかなかチケットが取れないのをようやく手に入れたの。おお、偶然ですな。オランチも今度のお休みに行くんだぞ。すげえ困ってる。父ちゃんの仕事先からただの券をもらえたんだって。おお、ねねちゃんと遊べるぞ。向こうで会えるといいわね。ぐわー、
絶対に向こうで会わないようにしなくっちゃ。さあ、なんか困っている人がいるか。あ、これ話しかけた方が良さそうな。こっちにも行けるけど、ひとまず何のキャラクターだろうこれ。大変なの、しんちゃん。レモンちゃん、どうしたのレモンちゃん、そんなに慌てて。撮影画に使うメガヘガデル2を落としちゃったみたいなの。メガヘ、メガヘガデル2。ヘガヘガデル、すっごくおならが出そうなお名前だぞ。もし間違って誰かに食べられちゃったら大変なことになるの。レモンちゃん、俺も一緒に探してあげるぞ。本当にありがとう、しんちゃん。私はこの辺りを探してみるから、しんちゃんは幼稚園の近くを探してみてね。おい、レモンちゃん、熱いお茶茶を用意して待っててね。しんちゃん、メガヘガデル2を食べる気ね。絶対食べちゃダメだからね。裏におまかせ。お悩み、メガヘガデル2を探してこいってか、だから幼稚園だよね。幼稚園なんで、幼稚園。これワープできるんだね。幼稚園。オッケー。入り口。はい。にゃーん。くるくる。あ、なんかミサイがいるけど。協力しないといけないなんて、映画の撮影って大変なのね。俺の人望のおかげですな。はいはい、すごいわね、しんのすけは。母ちゃん、心がこもってないぞ。あら、バレちゃった。話しかけてちょっと損したな。さあ、なんだっけ、メガヘガデル2だっけ。幼稚園のあたりにあるっていう話なんないじゃん。なさそうだけど。こっちは違うな。教室の中が。バラ組。ないな。多分僕のちょっとね、イメージで言えばなんかちょっと玉っぽいやつなのかなと思うんだけど、メガなんだっけ、メガ覚えてない。落ちてないよどこにも。ちょっとなんか見落とした。メガヘガデル2。あったあったあった、これだ。おお、これがヘガヘーデル。本当に芋ようかんそっくりだぞ。ちょっとお味見を。うわあ、ダメだぞ。レモンちゃんが食べずに持ってきてって言ってたぞ。お、さっきのがメガ、あ、言いづれえな、もう全然なんかイメージと違う、なんかお菓子みたいな。じゃあ戻りますかね。どっから来たんだっけ。あ、これだ、ここだ。はい、砂糖ココ稼働。多分さっき手に入れたこのアイテムを渡せば撮影画ができるんじゃないかなと思うんだけど。しんちゃん、メガヘガデル2見つけてくれたの。うん、ほら、食べたかったけど我慢したんだぞ。よかった、まだ食べてないのね。だから早くお茶茶と一緒に食べよう。ダメよ、メガヘガデル2は撮影画に使うんだから。それに食べたら大変なことになっちゃうの。どうなるの。その名の通り、いっぱいおならが出ちゃうの。
おおほしんちゃんにとっては食べても食べなくても同じことだったのね。じゃあ、これでお悩みを解決できたんで、そうですね、撮影ができる。じゃあやっていこうかな。食べろもぐもぐごっくんこ、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦。やった、多分これもクレヨンしんちゃんのなんかの映画のワンシーンだと思うんだけど、ちょっと全然わかんない正直。撮影が食べろもぐもぐごっくんこの操作説明だよ。しんのすけは A を、レモンちゃんは Y を連打してメガヘガデル2を食べよう。言いづらいなもん。ボタンを間違えると喉に詰まって少しの間食べられなくなっちゃうよ。ラストスパートになったら X を連打して2人一緒にメガヘガデル2を食べよう。時間が0になるまでに食べきらないと NG になっちゃうよ。あ、なるほど、早食い競争的なやつか。じゃああれですね、これ難しいやつ3段階から選べるんだけど、真ん中のやつやろう。全部食べちゃえばいいんだ。よし競争だぞ。ちょっと待って、これが撮影画のクリア条件よ。うん、ベストカットの条件は、待って待って、しんのすけが A ボタンで、よちょっと待って、あ、こういうことだ。 A ボタン A ボタン Y ボタン待てよ。もう全然簡単だけど、よしよし、なるほど。ちょっと手が痛く、あー、ラッツボタン X ボタンか。よし、手が痛い手が痛い、おっしー、食ってきたー、カット、オッケー。なんだろう、難しくはないんだけど、ただひたすら指が疲れるっていう。あ、ポイントが増えた、80ポイント終わる。オッケー。あれ？いいねいいね、サイレンちゃん相変わらずスイナーなバディだね。ちょっと触らせてくれる？触っちゃダメ。あ、だだだだ、プロデューサー、それで今回はどうしたのです？チャンシンが新しいスキルを入手したみたいだからさ、ちょっとサイレンちゃんとトーキーちゃんにボディータッチでもしようかなって。ボディータッチは関係ないのです。はいはい、それで今回のスキルは何なの？ガイドブックによると今回のスキルはメガヘガデル2ですね。そいつを食べるとものすごいおならでビューンって高いとこまで飛べちゃうみたいね。これさえあれば宇宙にだって行けちゃうね。おならの力で宇宙までって、さすがしんちゃん監督、むちゃくちゃね。いやー照れますな。なんでプロデューサーまで照れるのよ。うしゃ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 、それはね、スカート履いた女の人がこれでブワーッと飛べば、おパンツが丸見え、いやだからさ、トーキーちゃん、オラと一緒に食べない？二人ともレディに失礼だろ。風間くん、ありがとうなのです。いえ、紳士として当然のことをしたまでですよ。だいたい二人揃ってデリカシーってものがなさすぎるよ。お、今度はあそこのお姉さんに頼んでみようか。お、はーい。で、二人
人とも反省しろ。あ、ちょっとぼーっとしていた。なんか今新しいスキルが使えるようになったっていう話で、なんだっけ。ただ今スキル4つセットできるんですけど、これ以上セットできないんだよな。ちょっとね、監督ポイントが300ポイントあんで、300ポイントあるんで、監督ポイントを使ってレベルアップできるわ。レベルアップしていこう。レベルアップしたい項目をスキルレベルが上がるとスキルをセットできる数が増えるのです。はい、ということで、今現時点スキルを4つ装備することはできるんですけど、これ以上装備することはできないんで、これをちょっとねレベルアップしていこうかなと。こんなもんかな。よし、これでいい感じだな。これで大丈夫です。よし、じゃあ新しいスキルが装備できるようになったんで、なんていうやつだったっけ、なんかギガ、なセットするカードを選ぶ、違うな、オナラターボじゃないし、ケツだけ星人でもないんだよな。あ、これだ。メガヘガデルジャンプ、メガヘガデル2を食べて高いところにあるエリアにおならで大ジャンプ。これですね、セット、スキルをセットする。これで決まりだ。変速パワーグラッチェ、カードスラッシュガシャ。あ、これでなんか高いところジャンプできるよ。あれ、どうすればいいんだろう、よくわかんないよくわかんないけど、もういいや、先行こう。あ、なんかすげえかっこいい人いる。こっちはいけないか。なんだろう、このかっこいいお姉さん、なんかひまわりが見とれているんだけど。てやや、てや、お、ひま、どうしたの。監督頑張れって。てや。うん、俺は頑張るから。将来ひまのお友達に、お兄ちゃんは監督もできてかっこいいって伝えてね。てや。このお姉さんなんだろう。よ。じー。何？人のことを見つめて。何か聞きたいことでもあるの。すげえ、ジャージにツンデレって書いてある。ジャッキーってアクションも得意なの。あ、ジャッキーって言うんだ。ほどほどにね。得意技はキックよ。おお、魅惑の足技かっこいいんだろうな。そんな大したものじゃないわ。アクションは誰かに教えてもらったの。いや、アクションは地道にトレーニングしたの。俺もトレーニングすればアクション仮面みたいになれるかな。続けていればきっとできるわ。おお、ほら頑張るぞ。うん、僕も小学生の頃はクレヨンしんちゃん見てたんだけど、ちょっと最近のキャラクターよくわかんない。さっきのしんこちゃんもよくわかんなかったし、ちょっとこれちょっと場所変えようかな。さっきのなんかくれ、あのね、遊園地の方でなんか困っている人がいたんで、遊園地い入り口ワープ、はい、にゃーん、くる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 、ほっとほっと、さっきね松坂先生がなんか困っていたんですよね。これ頭の上にちょっとぐるぐるしてあるのが、これ困っている人なんですけど、しんちゃんお願いがあるの。どうしたの。さっき急に風が吹いてきて、幼稚園のお庭に大事な書類が飛ばされちゃったのよ。もうダメじゃない、大事な書類ならちゃんと持ってなくちゃ。だって本当に急だったんだもの。
飛ばされた書類はあと5枚なの。取ってきてくれないかしら。もう演技使いの新井先生だぞ。ありがとう。幼稚園の外までは飛んでないと思うからお願いね。裏にお任せ。はい、じゃあこれやってちょっとおしまいにしようかな。今日は5枚か、よかった。ちょっと違う町まで飛ばされていたとかそういうのじゃなくてよかった。なんか、うん、幼稚園の中だけらしい。あ、まず1枚。お、吉永先生がなくした書類ってこれかな。それじゃ残りの書類も探そうっと。これあれじゃないかな。うん、これしんちゃんにやらせるより自分でやった方が早いんじゃないか。おお、あった。これいちいち出るって出いちいち出てくんのがめんどくさいな。もうこっちにはない、反対側だ。ちょっとあれ、バラ組の方に行ってしまったとかそういうのないよな。書類は、あ、あった、3枚目。お、あと2枚。あ、あれ、あと1枚がないぞ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。幼稚園の外には飛んでいないっていうことなんで、じゃあバラ組行っちゃったのかな。それしか考えられ。この滑り台の下とかないよな。ないな。あ、やっぱバラ組だ。あった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 。なんでこんなとこに。やっと書類全部揃ったぞ。ふう、やれやれ。結構大変だったぞ。吉永先生にお届けしなくちゃ。よし、お悩み解決。ブリブリ。吉永先生はまあ昔からいたんだけどね。しんこちゃんとか愛ちゃん、愛ちゃんもねちょっと厳しいな。全く知らないわけじゃないんだけど、あんま馴染みないんだよな。はい、書類見つけたぞ。確かに全部あるわね。吉永先生の服ってすごいな。派手というか、パンツがオレンジで上が黄色って結構すごいぞこれ。ありがとうしんちゃん、とっても助かったわ。どういたまして。じゃじゃ、はい、じゃあ今日はですね、ここで終わりたいなと思います。新しいスキル覚えたんだけど、ちょっと使い方がよくわかんないんですけど、ちょっと勉強しときます。はい。